やばくない？伝わるかな？めちゃめちゃ大きいです。ロットファイラチャダーハー、この前も来たんだけどまた来ちゃったよ。タラトロットファイラチャダー、いやそれがね、なんでかっていうとめちゃめちゃ気になる商品を見つけたわけ。それがこちらです。じゃーん、ガッパオイヤーエハ。これやばくない？でも普通のなんかガッパオライスのめちゃめちゃ大盛りよりかはなんかいけそうなサイズ、なんかアニアジア近代社名か。こうしかもガオシッガバーダーがトクマーハ。なので今日はこれをちょっとガチで頑張っていっちゃいたいと思います。なんかもしかして2人前ぐらいなのかなって思うんだよね、これ。だから早速食べちゃいましょう。それではレッツゴー。あっ、あお、ガパオヤイマーハヤイです。あおもあかい、あおあおもなかもかビッグサイズ、オープンか。今注文したので待ちたいと思います。
ちゃめちゃ大きいです。これを今日は食べていきたいと思います。頑張るよ、頑張ります。いただきます。てかさ、こんなでっかい、いや見たことないんだけど、でかくない？これすごいよ。うまい、普通だわ。今回はハルピーは辛いの苦手なので、毎回プリって注文しちゃいました。いただきます。あ、うまい。全然辛くないからめっちゃ食べやすくて、めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。なんかさ、めっちゃ今お腹空いてたからすっごい美味しいんだけど。あと卵焼き、サイダーも2個頼んでしまいました。これを崩して食べようと思います。これ絶対美味しいからね、はっきり言って。これ一緒に食べた方が絶対うまい。最高。え、これ全然いけるわ。余裕なんだけど、多分全然いける。なんか大盛りだからもっと大きいイメージだけど、なんか今回のやつに関してはめちゃめちゃいける感じの大きさになってる。なんだか食べれる気がするよ。てかね、美味しい味は。これもちょっと開けよう。うまっ。これかけた方が全然めっちゃ美味しい。味がちょっとピリ辛だけど、めちゃめちゃあって美味しすぎる。これっていつも食べるときにこのまま食べてるから味があんまりないんだけど、これはどうやって食べるのが正解なのか、ぜひ教えてください。あるよ。今回はタラトロットファイラチャラでこうやってガパオライスを紹介したんだけど、これ、ね、全部のお店マジで全部美味しそうなわけなんだよ。だからもう全部紹介したい、できれば。だけどまあ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 、私がね気になるお店とか紹介したいなってお店をこう中心にね紹介していきたいなと思っています。見てください、結構食べたくない？なんかちょっとお腹いっぱい、なんか一気に最初食べすぎて一気に来たから、ちょっと休みつつ食べてたら、え、でも意外ともうここまで来ました。頑張ってない？私。そしてスタッフさんはなぜかめちゃめちゃ大量にこっちで頼んでました、はい、もうこれ手つけてられないの私今日は。もうこれにもうですからうわですから、今日はこの子だけなんですよ。なんで一生懸命頑張りたいと思います。あともうちょっとだからね、もう半分以上食べた。だってご飯の量がねちょっと多いかな。最後頑張りたいと思います。大食いのやつってめちゃめちゃ大きいから、5人前とか、まあ、10人前とかそれぐらいのさ普通予想するけど、多分これは 2,3 人だったら普通に食べれるのっていう。大食いの大きいお皿でも小さい方だと思うの。だから友達ととかすごい仲良く楽しく食べれるサイズかなと思って、すごい。あと99バーツっていうのがめちゃくちゃ魅力的じゃない？だって言うたら350円だよこれ。やばくない？いや安すぎでしょ。350円でこれをなんかこう楽しみながら食べれるって思ったらめちゃくちゃいいと思う。でこのお店はガパオのお店だけど、他のお店でなんかちょっと買ってそれを持ってきてここで食べてるのも全然ありだし、ジュースとかもなんか買ってここで食べるっていうのも全然、それがあるからすごいいいなって思う。このナイトマーケット、ナイトマーケット自体はそういうのがあるからいいなって思う。美味しい。なんかやっぱいろんなものを食べれるっていうのはありがたいっていうか楽しいよね。そのお店のものだけしか食べれないっていうよりかは、こうシェアしながらみんなでいろんなもの食べれて楽しいと思います。だからここのお店でさっきさ、もう私とあと一席二席ぐらいしか埋まってなかったのに、いきなり満席なんだけど。やっぱでも満席ってことはやっぱここのガパオめちゃくちゃ美味しいってことだからね。ここマジおすすめです。
ともうちょっと、あと2口くらいで終わります。あと1口、いや2口、ラスト、もうお腹苦しい。やったぞ、完食しました、やり遂げました。私はい、ということで今回はタラートロットファイラチャダーのナイトマーケットで大盛りガパオ食べてみたんですけども、めちゃくちゃ苦しい、もうお腹いっぱい、もう帰って寝る。いやー本当にね、でもねこれが99バーツなんですよ。なんですごい大きさ的にはいいかなと思った。なんか2、3人でこれ食べシェアして食べるっていうのがすごくいいかなと思った。あとは大食いビギナーで一人で挑戦するのにはめちゃくちゃ安くて挑戦しがいがある大きさかなと思いますので、もしよかったら皆さんもこのガパオライス挑戦してみてください。ちなみにここのガパオライスマジでめちゃくちゃ美味しかったので、味的にも最高に良かったです。ということでこの動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 You're not good today. ごちそうさまでした。ごっくりん、はい、どうも以上ハルピーでした。バイバイ。